我が輩はポンである。動画は最後まで見てくださいね。最後にグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。はい、第2ハウス 1A です。何舐めてんやん、チャチャ君。そこチャチャ君、アメちゃん、アメちゃん、シャー君にポポちゃん、ソラちゃんはまたここにいますね。はい、さあ明日から工事かかるけど、希望な、分かったかんよな、分かった、かわいいな、キーボーね、かわいらしい顔してます。ここも王ちゃんみたいな感じやね、キーボー。尻尾がこんな感じ、コンボーちゃんみたいね、コンボーみたいな尻尾してますな、キーボーはな。ごまちゃんか、そうそう、ごまちゃん、多分出航すると思います。大方決まってるんです、この子もうね。だから前もってね、ちょっと言うときます。ごまちゃんおそらく出航すると思うんでね。なあごまちゃんな、この子完璧やからね。ね、はい、幸せにねしてもらえると思いますね。はい、シャー君、シャー君ね、はい、アメちゃん、あ、何してんやで、トラキチと何してんや、あれ喧嘩してんの。最近ポポちゃんお前シャー君ばっかり言ってるから怒ってんちゃうか。ほら、あ、怒ってんちゃう。ポポちゃん、浮気ばっかりするかで。なあ。はい。マリンちゃん。マリンちゃん何見てんの？怒ってんの？ね、はい、ミオちゃん。ソラちゃん。はい、モバちゃん。ボバちゃん。で、モバちゃんと。サビちゃん、どうしたんや、でロシはここな、ロシここにいてます、ロシ、ロシ、はい、レイちゃん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 、まあだから第一ハウスのね、あ、第二ハウスの一 A からね、出航するいうことはね、ポンさんに相当の、ね、信頼のある方いうことだけね、お伝えしておきますね。ほんまにね、ここの子はなかなかね、やっぱり信頼がなかったらね、なかなか難しいんで、うん、やっぱりそこそこね、やっぱり来て慣れてな、あ、こら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 、ソラちゃん何してんの。慣れてなかったらね、無理やからね、うん、家、猫は家に着くいうぐらいからね、家に着くから余計ね、難しいんですよ。人に着くわけじゃないんやけどね、けどやっぱりある程度慣れてなかったら難しいからね。特に慣れてる子が多いから、ここの子は相当ね、ここの部屋についてると思う中で、やっぱり人とのコミュニケーションができなかったら、この子はもうちょっと難しいと思うんでね、ね、はい。まあ、第一ハウス、第二ハウスの1A からは、なかなかね。まあ、慣れてない子やったらね、まだ、あれなんやけど、慣れてる子やからね、ごまちゃんなんか、相当ね、その人に慣れてなかったら無理や思うし、ね。まあだからね、いいところにね、行くと思います。
ね、はい、まあこれもね経験からでのねあの答えなんでね、いろいろ皆さん多分分かりはれんことも多いと思う中で、ポンさんはちょっと経験したことがあるからね、泣いてる猫でもね、あ、ほんまに猫って家についてんや、いうことはね、実感したからね。うん、はい。まあ、こんな感じでね。この後ちょっとね、昨日いただいたプレゼントをね、報告させてもらいます。こっち取りに行くの忘れて、みっちゃん忘れてました。ね、みっちゃん。みっちゃん忘れてた。こっちが来るの忘れてた。な。みっちゃん、怒ってんか。怒ってるわな。な、ごめんね。ね。こんな感じ、みっちゃん。みっちゃん。みっちゃん、みっちゃん、あめちゃんの仲いいな。ね。ね、はい。はい。2Aの。まあ今昼やけど朝です。セミバンミンミン鳴いとんね。まやちゃん、まやちゃん、まやちゃん。明日から賑やかなんで。喧嘩せんようにな。はい。キキちゃん。明日から賑やくなるからな。な、仲良してや。はい。おかちゃん。あ、ご飯入れましょうね。ご飯と水と。ね。黒ちゃん。おかちゃんと。おいと、エルマちゃん。エルマちゃん。な、昨日何買ったんかな。ちょっと今、チュールやってる。食べようかな。食べへんよ。あかんよ。はい。ほら。うん。食べない。食べないの。あ、食べるね。食べる食べる。食べましたね。大丈夫ね。ちょっとなんかあったんだね。これは。うん。うん。ほら。ちょっとお皿に入れてあげてみよう。皿に入れてあげる。ほらほら。はい。これちょっとどうする。はい。食べ。はい。食べてね。大丈夫ね。大丈夫です。食べてます。大丈夫。食べんかったらちょっとね、具合悪いことやからね。ほんまに確かにそうなんです。ほんまにチュール食べんかったら、ほんまにちょっとなんかあります。はい。ふぎちゃん。ふぎちゃん。どうや。今日は明日から、ね、明日からあれやれいろんな子来るけど喧嘩したかんで、あっちな、おーちゃん、わかったな、何のおーちゃん誰や、みこちゃんが何がいいと、ね、これでは、ね、ブルーちゃんかな、あ、これはリングと、リングさんはい。
両立たれたらね、何や。うん。おじちゃん入った。何食べて寝てたんじゃお前。ちょっと様子見るわ。なんか変なことないか。まあ、ブルーちゃんは結構おやつの時も来てるからね。トラちゃん。はい。今さっき入ったから、いけないかな、ここ。うんちゃんと、ニックやね。ニックやね。ニック。ニック。あ、そうそう。最近渡辺さんがね、4日間ね、お仕事忙しかったということでね、うんちゃんね、4日連続で見てもらえるということでね、だからうんちゃん落としておきますよね。はい、ちょっといっちゃんのニック、いっちゃん大好きなニックね。おいニック、おいニック、ニック、おいニック、あ、しまった、ふーっと吹いたら向こう行ってた。リック、リック、向こう行ってしまった。ああ、ね。これで充電は42。昨日電気使ってて42やね。まあ、ちょっと切っときましょうか、これね。充電、まあ今日60何パーまで行くと思うけど、ね。まあ、こんな感じで。あ、大丈夫ね。ただ、寝ぼけとったんか、お前。なあ。なあ、こんな感じで。こちゃん、あ、リングちゃん。リングちゃん、大丈夫、お前。うん、大丈夫。寝てるだけね。まあ、こんな感じです。お花にも水やったし。ね。これも取っとかな。それで、あと、ね、あそこの。子猫ちゃんたちのね、ご飯になったら終わりかな。これもすごいね。OK。はい。こんな感じ。あ、エルサちゃん。エルサちゃん。エルサちゃん。ここにおったんか。ね、エルサちゃん。これもココちゃんね。あ、リングちゃん出てきたね。こんな感じ。食べたね。うん、あとちょっとだけ残ってるけど、まあ、これはこれでもう、まあ、あとで、はい、料理のため。ね、はい。以上です。今回こんなね、プレゼントをいただきました。首輪と一緒にね、こういうドライササミ。それも3つね、3つもいただきました。これね。この3つもね。それとミキちゃんの首輪ね。それとね、こういうカリカリ。これ助かるんですよね。やっぱりカリカリとかも。なんでやったら、その、ポンさんに、帰りにね、仕事を帰りに行くんでね、今なんか特に汗まみれになってね、買い物行くのは嫌なんですよね。ね、疲れ、仕事帰りに行ったりね、途中で行ったりするんやけど、ね、こなしてね、いただいたら、ね、助かります、ほんまに。ね、それとね、手紙もね、こなしていただいて、ね、読ませていただき、ね、ほんまに、いろいろ応援してくださってる方いてるんやな、いうことでね。ほんま、ね、心の励みになるし、ね。またこれはね、ヘルプさんにね、いろんな部屋にね、置けてね、与えてもらえると思うんで、ね。ありがとうございます。ね。皆さんほんまありがとうございます。私たちの仲間が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。